今日はタガの SA のドッグランからスタートです。さあちょっと休憩するよ。楽しい楽しい。ずーっと遊んでられるからね、あんたたち。よし、たらフォローして設営の方していきたいと思います。いやー伸び伸びやね。ねコディアックのキャンバス6人用を貼りたいと思います。まあまあそこそこグランピングな感じでやろうかなと思って、持ってきましたけどね、いろいろ。それでは行きたいと思います。貼るんだろうね、貼ってる人が少なすぎてよくわからんねんですよ。予習はしたけど、すごいな、重い。さすがポリコットね。ちょっとちょっとすげえな、熱ー。昼間はまだ暑いな、やっぱり。夜は覚悟しといてって言われて。ここはほとんど玉砂利やからな。で、でっかい石がたまにあんのよ。だから、この間ソリッドステーキ曲がったからだけど、ま、元に戻したけど。何本やねん。20で十分や。ここは30打つ必要あれ。はい、これで四角とりあえずピンと張ったので、今度は鉄骨。これ全部鉄やからな、スチールやからめっちゃ重いよ。いったいったー、マジか。おお、なかなか可愛いやん、家やんこれ。フラットやもんだって、壁があの垂直やからすっごい広く感じる。でベンチレーションがなんか面白い形になってるよ。ファスナーって初めて見た。こんなおいベンチレーション。可愛らしいなこれ。いやー、いい幕やと思うよ、すごい。私が177やから、こんな感じ。
ちょっと開けるかな。でも向こう側は2メーター10あるのかな。だから全然あの膜の方は全然大丈夫ですよ。頭全然当たらへんで、もうちょっとポールを長めのやつ使ったらもうちょっと上がるもんね。メッシュになって涼しくあったかくって感じだね。逆光でなんかよく見えへんねこんな感じ。よし、ここに内装設営していきたいと思います。でもワンコが自由になるから私が自由にあの設営ができてなかなか楽しい。いつもはよせなはよせなはよせなみたいな感じになってるから。ちょっとおしゃれ空間じゃない？これテーブル置いてプリムスのテーブルと、椅子はヘリノックスリクライニングでベッド。すいません皆さんご心配をおかけいたしました。どう？あの真っ黒からしたらだいぶマシになったでしょ。ツルッツルやけどここサンダーでね削りましたわ。まあまあなんとか後ろ来ないけどね。まあまあうん大丈夫。ユニフレームまあこれやったら使えるっしょ。もうこのねあのこれはどうにもならんわ。あのここもともとエンボスなのね。でエンボスの中でも詰まってしまってるからエンボス落とさない限りここは取れません。重曹かなんかでやったら取れるんかも分からないですけどね。やってません。サンダーで削っただけ。はい、それでは、だいぶ暗くなってきたので、
寒くもなってきたし、火付けの段取りをしたいと思います。朝菜はね、こんな感じ。鶏の巣、これで鶏の巣でしょ。で、チャークロスね。チャークロス。一瞬やったな今できた、よかった。ノンカットでいけたかなはい、それでは火が入りました。結構なんかパパッといったな今。はい、寒い。12度11度、まだでまだ5時半やもんな。日暮れんの早いわ。特に山ん中やからかもしれへんけど、今日はよく見えるっしょ。明かりいっぱい持ってきたからなほら見える見える。夜とは思われへん。よし、あとは、あのライト明るい。はい、鍋にしようと思ったんですけども、焼くもんいっぱいあるから今日はとりあえずカレーの一夜干しとイカ、丸っぽいイカ、それと、スルメイカかな、でホッケがあったからホッケとご飯とお肉かな、それだけ焼きながら食べながらしたいと思います。いや、明日お昼にあんこを鍋して、で夜すき焼きかな。そうしましょう。とりあえず焼くもんがいっぱいあるから焼いて食べたいと思います。それではご飯を蒸らしてる間に、イカ焼きしたいと思います。で、ゲソもあるから、もうこのまま丸っぽそのままいくよ。切らないよ。ここで登場、クロセスパイス。よいしょ。クロセスパイスっと。焦げるからな、あんまり最初に振りたくないねんけど、後からつけた方が美味しいから。よいしょ。お箸結構強いの。よし、もういいかな。男の料理でこんなもん。で、最後にクロセスパイスで味を整えて、よし、出来上がり。焚き火台がよいしょ、テーブルとか持ってきてんのに、それ使いやええのにな。よし、それではいただきます。うまくないわけないやん。うめえ、うめえじゃんか。
めちゃめちゃ美味しい。うん、プリプリやイカ。やっぱ切って売ってるよりも絶対丸っぽかった方がうまいよね。シート引こう。知ってる？これバーベキューシート。これで焼けるんだから、あ、すごいよね。でくっつかないもんね。これ素晴らしいシートやと思うよ。ほら全然くっつかないでしょ。素晴らしい。アメリカのなんとかいう商品なんやけど、要はなんかあの夜中のテレフォンショッピングみたいなやつでやってるやつや。ようできてんねんこれ。でもくっつかへんっていうやつね。油乗ってるな結構。おいしい。ご飯と最高やねこれ。大きかったこの一夜干し。うん、お魚さん美味しい。これにこれやからね。ちょっと大きすぎる。めっちゃええ肉なんやでこれ。これでこう焼きたいんやけどな。うまいこと焼けるんだろうか。まあまあゆっくりのんびりやね。ど真ん中でやったらえらいことになるやろうから。すっごい美味しそう。肉汁がギューって中に凝縮されそう。ディアムレア綺麗にできてるかな。よし、では揚げてみましょう。まあ、そこそこ、うん、多分焼けたと思うねんけど。よいしょ、じゃあ切ってみようか。うおー、すごーい。なんじゃこりゃー。あ、いいねそれ。うまいこと、ほらこれ。ほらちっちゃいねんけど、こないだ作ったやつ。ちょうど受けにいいかなと思ってさ。これでいいじゃん。さあ、どんな感じやろう。では。うわぁ、すげぇ、なんだよ、こりゃ。では、いただきたいと思います。やべ。うわぁ。うまっ。めっちゃうまい。なんていうの、肉のその甘みがすごいある。やっぱり美味しいなこの肉。味噌汁の中に卵を入れて、よいしょ、卵を入れて、で卵を入れたでしょ。卵を入れたら最後残ったご飯の中にダバーって全部入れて食べたいと思います。猫まんま久しぶりやわ。美味しいねんな、うん、味噌汁、卵、ご飯。あー美味しい、あったまるわ。ご飯もきれくなって、洗うときで便利よねこれ。お茶漬けにすれば。ういさて、ご飯食べ終わったので、
10時からライブ配信をしようと思うので、それの段取りをします。ここはライブ配信やから、どうなんやろ。ビデオに撮んのかな、わからん。どんなメッセージが来るのかわかりませんけど、よっ、こんな感じ。こんな感じでいけんじゃないの。よいしょ、どうなってんねこれ。あ、こうか。よいしょ、ちょっと邪魔。よいしょ、ほり、こう、ハロウィーンで、焚き火と。まあ、これでまったりできるんじゃね。お湯沸かしてお茶飲んで喋りながら、あ、いいんじゃね。いやー、ライブでお茶を飲もうと思ってるからすごい手持ち無沙汰。まだライブ10時から始めようと思ってるんですけどね。よいしょ、まだ1時間以上あるからお茶飲まれへん。よし、あ、水の音が聞こえてるって。あ、そっか。ちょっと行ってみ、あー、ここめっちゃいいとこやけどね、めっちゃ高いよ。超高規格なんで、ワンコが自由にできるっていうのはやっぱり高いよね。いつもの笠木行けんくなったしさ、今週いっぱい、まあいっぱいかな、今週の土日でおしまい。ここは冬は、閉鎖になるから、だからもうギリギリできた、ここに。そのだから先に奥琵琶湖行かずに奥ながらに来て、でここが閉まったと同時に奥琵琶湖に行く形かな。うん、いつもやったら柵作ってさ、やらなあかんところをね、犬放置できるからさ、その辺はめっちゃありがたいですけどね。入るかな。入った。火入ったでしょ。ほら。出た。あっつ。できた。ね。火打ち石で火起こせるでしょ。ただチャークロスさえハートじゃないよ。ハートじゃない。チャークロスさえ作っとけば、うん、そこに1点落ちれば。あとはもう吹けばなんとかなるから、チャークロスについたらもう消えることないから、うん、これ一応炭の切れやから。はい、ちょっとお腹が空いたので、人参と、アスパラとサンド豆をバターで炒めてます。今ホッケ焼いたんですけどね、ホッケの塩焼き1匹食べました。で、あとベーコン焼いて
ベーコン焼いて、で付け合わせで今ご飯も炊きましたから、それで食べたいと思います。よいしょ、 OK、できた。盛り付け最悪やけど、よいしょ、 OK、 うん、ご飯がちょっと固めやったね。パラ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 ご飯になってる。うん、水がちょっと少なかった。いいよ全然。うん、サンド豆うまい。うん、うん、ホッケうまい。ホッケの塩焼きうまい。はい、完食。ごちそうさまでした。美味しかった。でも食べた。美味しかった。ごちそうさん。さあ片付けて寝よう。もう大概いい時間が来たで。ライブとかしてたから。12時16分さあ片付けて幕内にこぼりますわ。はい、大体これでこもりました。分かった方もう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 今日はもう外でアイパーソンでしょ。座って、みんな座って座って、伏せ伏せ。椅子なんかいらんかったな。もう外も椅子なんか座らへんし、伏せ伏せて。これで、ね、寝るよ。さあ、ちょっと片付けて、寝る段取りしたいと思います。それでは今日は一日お疲れ様でした。よし。